中青青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 您跟台湾外务大臣何光芳长官进行了很有意义的意见交流。好的，也是有这么的，很时间快的，一定要期待的。还有，您跟国内局长之间也用了充分的时间进行了沟通。本年は日国日中国交正常化45周年であり、来年は日中友好平和条約。40周年という年であります。この契機にですね、両国関係を発展させていきたい、関係をさらに改善していきたいと思います。今年是日中邦交正常化45周年，明年是日中和平友好条约缔结40周年。那么以此为契机，希望呢，进一步的改善和发展日中两国的关系。両国が共に取り組むべき喫緊の課題としては、北朝鮮の問題があるわけであります。北朝鮮は挑発を繰り返しているわけでありますが、この問題を平和的に、外交的に解決していく上においても、強い影響力を持っている中国と我々も協力して取り組んでいきたいと思います。两国应该共同推动工作的当务之急有北朝鲜的问题，北朝鲜反复的挑衅的行为，那么为了呢通过和平外交的手段去解决，希望呢跟对朝鲜有影响力的中国保持合作。総理が本日私そして私の同僚と会談を踏み入れになりましたことが中日 IWJ 台湾への重視を表していると思います。这次我同主力局长一起对话也会见了双方长官和外相，我们这些对话和会见都具有积极意义。この度、八智国長とは第4回の対話を開催しました。また官房長官、外務大臣とも会談をいたしました。これらの対話や会談は皆積極的な意義があると思っています。双方都表示在中日建交40周年、在即将迎来中日和平友好条约缔结40周年之际，我们双方呢应该相向而行，不断的加强两国关系，改善和发展，同时妥善处理两方的分歧，使两国关系呢能够平稳致远。この中日国交正常化45周年の年に向けて、まもなく中日平和友好条約締結40周年を迎える節に際しまして、双方は歩み寄って、対日両国関係の改善、発展の勢いを強化しつつ、そして関連の食い違いをも適切に処理し、両国関係の安定的、長期的な発展を果たしたいと、双方ともそう思いました。我们愿意同日方三项而行，推进两国关系，造福于两国人民。我们は日本側と歩み寄って両国関係を推進し、両国人民に福祉をもたらしていきたいというふうに思います。中方这次从日方呢就半岛问题啊也进行了深入的讨论。我们坚持半岛不核化，坚持维护半岛的和平稳定。今回、中国側と日本側も朝鮮半島問題につきましても引き込んで議論をいたしました。我々としては朝鮮半島の非核化の実現、朝鮮半島の平和と安定の維持、そしてこの問題の平和的な解決を堅持しております。我们希望各方都发挥自己的建设性作用，至于重大问题，最终能够以和平的方式实现解决。谢谢。この重大問題を最終的に
が実現されますように各国にも建設的な役割を果たしていただくことを期待しております。ありがとうございました。はい、報道開始お願いします。